ニューヨークの地元メディアは、DNA を自由契約となったトレバー・バウアーについて、ヤンキースと契約すべきと強く主張した。神に誓ってもいい。私が GM なら今夜にでもバウアーと契約する。彼ほどキャリアを軌道修正する意欲に溢れた投手はいないだろうと訴えた。果たして今季はどの球団のユニフォームを着るだろうか。ベイスターズファンだが、バウアーがメジャー復帰できるなら、それはそれで嬉しいです。あくまでメディアの提言なのはわかるが、少しでも空気が変わればいいな。横浜に戻ってこないのは、ちょっと寂しい。個人として考えた場合、そこそこの数字は残すだろうとは思うけど、その代償としてチーム全体への悪影響まで考慮すると躊躇せざるを得ない。バウアーの場合はいろんなところに敵を作ってしまったからな。オファーが来ないのはなんでかわかるよな。ヤンキースは世間体を重んじるから絶対にバウアーを獲得しない。コールとの関係が良くない、とは前から言われてるけどな。バウアーも今度問題を起こしたら、メジャーにはいられないことを理解してるから、わがままは言わないだろうが、果たしてコールが受け入れるかどうか。戦力になるのは間違いない。メジャーに行くならヤンキースみたいなチームしかないと思う。単純に選手として見たら超お得物件だよな。出来高厚くすれば格安でも取れるはずだし、能力は折り紙付き。エースのコールがおるから、関係良くないと言われてるバウアーは取らんのじゃない？どうにかメジャー復帰できるといいんだけどな。ヤンキースよりレッドソックスが取った方がライバル同士の対戦で盛り上がる。メッツでもいい。ドジャースクビになった時、獲得に動いたチームが、主力選手の反対で諦めた経緯もある。スネルも取って、バウアーも取ったらいいねん。コールとバウアーは大学時代から犬猿の仲と言われているからな。ヤンキースは、高潔なチームでこういうトラブルメーカーは好まないと思う。身から出たサビなのはあるけど、ここまでメジャーにソース感なのはびっくり。ファンが離れる恐れがあるからね。ニューヨークは許さないと思うけどね。コールがバウアーに対して一切コメントしてないのが全てよ。野球以外の部分で様々ないざこざが絶えない人物だから、メリットよりデメリットの方がはるかに大きいという判断になるのでは？